広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。お隣200万一新。今回は大崎上島にやってきました。本にのどかな町よの。そんなこの町に全国的にも珍しい形をした資料館があるそうじゃけん、行ってみんか。全国的にも珍しい形ですか。気になりますね。行ってみましょう。実はこちらの資料館、船の形をしているんです。こちらはどういう資料館なんですか。はい、造船と海運で栄えた大崎上島の資料を集めて展示しています。木の枝ふれあい郷土資料館、大崎上島木の枝地区の歴史を体感できる施設じゃぞ。こちらの写真をご覧ください。木の枝港です。昔は船に乗るなら潮に乗れと言ってました。潮の流れが6時間ごとに変わるんで、ここで潮待ちをするんです。これだけたくさんの船が集まってくると、造船の技術がどんどん発達しました。またたくさんの船乗りが集まってくるんで、船乗りに対する商売、おちょろと言いましたけれども、こちらも繁盛しました。当時は黄金の島と呼ばれてました。こちらはどういう写真なんですか。はい、島の芸者が一流だった証です。みんな芸ができるんです。各家に祝い事があると芸者は呼ばれて、紋付きを着ていって、後ろから三味線を持ったタコを担いで男の人がついていってました。じゃあにぎやかだったんでしょうね。そうなんですよ。わあ、すごい運転席があるんですね。はい、そうです。これは汽笛です。鳴らしてみてもらえませんか。はい、わかりました。行きます。かっこいい。すごい、本物の汽笛初めて聞いた気がします。はい、じゃあついでに船長になってみませんか。いいんですか。はい、お願いします。最初に五兵と言ってもらえませんか。五兵、はい、はい、電車で出発進行っていう言葉です。なるほど、わかりました。はい、では行きます。五兵。おー、すごい。まるでなんか自分が瀬戸内海に向かって運転してるみたいです。気持ちいいですね。楽しい。木の枝ふれあい郷土資料館はご覧の休館日を除く午前9時から午後4時まで開館しています。事前に申し込みをすれば津波さんのガイドを受けることができます。お気軽にお問い合わせください。廿日市市吉和の吉和複合施設は今年5月にオープンしました。入った瞬間に感じられる木の香りと木と触れ合えるキッズスペースが自慢です。ぜひお越しください。大崎上島のことたくさん知れて本当に楽しかったです。いろんな人に来てほしいですね。はい、瀬戸内海を代表する離島大崎上島、知ってから見るか知らずに見るか、ここに来たら船、海、島のこときっと心に残ります。ぜひご来館をお待ちしています。はい、皆さんぜひ来てください。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントするぞい。番組ホームページからご応募されたし。200万一新。おー